の月のウサギはどういうキャラなの？キャラですか？うん、まあ自分の紹介でちょっとこっぱずかしいかもしれませんけれども、はい、すごい明るくて元気です、うん、とりあえず。おお。でもちょっと元気すぎてバカなんですけどね。おっちょこちょいってこと？はい。ああ。パトロールとかもできなくて、アミちゃんに教えてもらってるんですよ。そんなやつにパトロール任せていいのかな？いやでも一応こう戦闘服着るとちょっと違うんです、いつもと。キシマンの？はい。なんか今戦闘服着てんじゃないのこれ、はい、引き締まってんの今。引き締まってます今。おなんかちょっとなんか掛け声とか何ですか、ね、今掛け声ですか。子育てばかりに言う言葉みたいなのあるんですか。あ、敵に対して。敵に対してあります。この地球を荒らしに来た。今度は7月10日から20日にサンシャイン劇場でやろうと思っている。そっちがし、とりあえず今日は暴れてやろうか。うわセラムーンが月に変わってお仕置きよ。いや、早くやってください。いや、今ので OK にしましょうよ。この間に殴られちゃいました。僕で言ってる間に。いいんですよ、掛け声よ。どうやって、ね、このお決まりの言葉をちびっ子たちに聞きたいんですから。いや、そ待ってらんないよ。もう倒したよ。美少女戦士セーラームーン新伝説降臨。はい、かっこいいですね。この子がね、ミュージカルすごい好きでね、はい、この間来たゲストの方のミュージカルもちゃんと行ったの。行ってるんですか。来てください、ぜひ。行きます、ね、はい、もう2人も連れてきますから。はい、行きましょう、ぜひ。ちょっと見どころをさ、最後にちょっと行っちゃえば、もうこうなったら。やっぱり仲間との友情、マモちゃんに対する愛情がすごいんです、もうすごいです。ママちゃん好きなんですか、ね、ママちゃん大好きです、ね、はい、自分的に見てほしいのはどこ。例えば私のここを見てください。あ、私ですか、うん、あの一輪車と玉乗りするんですよ。一輪車、はい、だからそこら辺もちゃんとできてるかなって見てほしいです。よし、頑張ってください。頑張ります。一輪車、はい、98サマースペシャルミュージカル美少女戦士セーラームーン新伝説降臨、ね、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください、はい、じゃあ一曲いきましょうかね。さあ、というわけでね、今日はゲストを交えてお送りしましたけれども、いや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 、すいませんね、わざわざ、はい、本当にラジオなのにね。ラジオなのに、すっごい格好で、これ、ね、意味ないと思うんですよ。これぶっちゃけの話、これすごい徹底ぶりですよね。これは見せてあげたいよね、もう役作りですよね、もう頑張んないすごいのよ、あのね、色何色ぐらいあんだ、これ10色近くあるでしょ。ね、まあ、大体おしゃれのね、おしゃれは三原色までにしろと言うんですけども、あなたそれを全く真っ向から無視して、いろんな色を使って、ね、好きとは違うんですよ。好きだからね、長丁場の戦いですけれどもね、はい、体壊さないように頑張ってください、はい、ね、というこのゲストね、原文奈ちゃんと共にお送りしました。郵便番号 102-8080 102-8080 東京 FM ラジオデビタイの各係まで。ファックスは東京 03-3221-1800 東京 03-3221-1800 までどしどしください。はい、ということで今日はですね、あら、ふみなちゃん、ふみなちゃん、セラムーン、まあ、月のうさぎさんと一緒にお送りしました、はい、またよかったら遊びに来てください、はい、どうもありがとうございました、はい、というわけでまた来週です。さようなら、頑張ってね。さあ、いよいよリハーサル。演出の平光さんも出演者もみんなも真剣にリハーサルに挑戦。はい、もちろん僕らも張り切って参加してますよ。え、あ、後ろの派手なジャージは誰ですか。はい、かっこいいお兄さんですね。お兄さんだ。お前じゃないか。あれが光さんの私服です。はい。平野さん自ら演技指導。西田さんも健在です。ん？思い出し光線ですか。なんでしょうかね。なんでしょうかそれは。なんでもありですね、セラムは。みなみさん、演技に熱が入ります。月と地球の住人は通じてはならんと。神の掟はお前が破った。思い出してる、思い出してる。これが新しいアマゾントリオです。はい。ひかるちゃんね。みどりちゃん。そして、みまっちゅうです。この人はいい人です。
皆さん愛してあげてください。それを奪えば永遠に人間でいられる。これ手向いてる？いいえいいえ、とんでもございません。一生懸命思い出してます。後ろに僕もなぜか映ってますけど、なんで出てるんでしょうか？本当だ、走ってる。あれ、トリトリしてますね。すいません。疲れた演技もまたうまいです。あ、ひらみつさん、どうしてもあれ気になるよね。どうやったらああなるんだ。ねえ、踊り欲しい。わからないと思う。めちゃめちゃ踊る。まだまだ若いみんな、僕たちも十分若いですけどね。はい。でもみんな学校の授業も一生懸命にこなしながら、厳しく、そして楽しく、着々と練習に励んでいます。私たちの、そしてみんなの夢と希望を乗せ、セーラームーンミュージカルの新しい伝説を作るために、忙しい練習の合間を縫って出演者全員に公演に向けての意気込みとファンの方々への一言を聞いてみた。セーラームーン役の原文奈です。セーラームーンミュージカルの舞台に向けての意気込みは、初めてのミュージカルで、私は体がすごい硬くて、ダンスとかミュージカルっていうのは歌とダンスと芝居があるんですけど、こうその3つとも人前でやるっていうのは初めてのことで、しかも生でやるっていうのはすごく緊張することなんですけれど、頑張って気合を入れていきたいと思います。二代目セーラームーンの原文奈としての、またちょっとアンズさんとは違う、ちょっと違うセーラームーンを楽しみに見てください。新しい伝説を作りたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。セーラーマーキュリー役の宮川由紀子です。とにかく舞台初めてなので頑張っていきます。みんなとも一生懸命やっていきます。とにかく一生懸命頑張りますので応援しに来てください。